大王さん対無名さん、センさん対スコケンさん、はい、お願いいたします。はい、お願いします。さあ、どっち見ますかね。どっち見たいですかね。大王さん映されたいですか。大王さん試合映されたいですか。映されたくないです。では、大王さん映しましょう。さあ、それでは試合の方は大王さん対無名さんの試合見てまいりましょう。さあ、大王さんがなんで見せるのっていう顔してましたね。そんなもんは知らん。はい、そういう、いいか見せるなよ、絶対見せるなよって振りいただきましたので、はい、ありがとうございます。そうですね、大王さんって芸人さんですもんね。そうですね、はい、はい、ちょっと困った顔だ。そんなことない、そんなことない。何だよ。さあ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 、ね、これ気づいたっけね、これ親父さんこんにちはってこうコメント。親父さん、あれあれ現場に。あれ親父さん、あれ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 。おっと、あ、そうです、ありがとうございます。いっぱい。せっかない、もうなくなっちゃったよ。テイネル常連さんが。16枚しかないんだもん。あ、隣にいるあの純吉さんからもらっても全然いい。さあ、女子対決だ。ステージは天大対戦専用マグマステージ。なんとなんとの女子対決。さあ、黄色い方が、黄色い方が無名さんですね。あ、黄色いっすね。どっちも同じやん。どっちも同じっすね。体力ゲージで見てまいりましょう。あとはね、名前だね。無名さんが浮かしてコンバスカル、ワッカン決めて割り込む。無名さんはレイジだ。決めて、まずは大王さん、1ポイント取ったのは大王さん。はい、さあ離れて離れて、浮かしたのは無名さんだ。スクリューから壁。さあ、アメラウンダー、足元から拾っていく。さあ、2ポイント練習したのは大王さん。ジャンプパンチ見せる、この男。大王さん見て、ワンツーミドル、ワンハイミドルですね。浮かしたのは無名さんの女子。スクリューダウンはカクカン決めて、相打ちな形、大王さんがレイジ攻めづらいか。さあ、見て中段から行く、点差で返す。あっ、先一歩が当たる。無名さんが1ポイント取り返した形。ファイト、足元から、足元行く。大王さんが行く、足元が速いか。角を入れて、コンボまでは持っていけないが、残り少ない。あ、足元フィニッシュ。3対1で大王さん勝利。さあさあ、準決勝、第2回戦ですね。第2回戦最後の試合やってますね。踊り子さん、あ、センスさん対スコケンさん。さあ、センスさんが2ポイントリーチをかけている状況。ローはレイジだ。メイクには引っかからない。しかしサマーが当たる。浮かしたのはローだ。スリーダーを決めて運んで、さあ、様子を見て、スライディングは当たらない。左アッパーフィニッシュ。3対1で戦三勝利。これで準決勝が出揃いましたね。ヘレンさん、アベックスさん、大王さん、センさん、こちらの4名準決勝進出おめでとうございます。ここからは1台で、はい、じっくりいきましょう。さあ、1回戦で私を倒して頑張っての上がっていったリリー使いヘレンさんですね。対するはテイネで結構頑張っている、いつも吉水使ってますけど、今回はリリーで参戦、アベックスさんですね。
まあ、キャラの変更ありなんでどれになるか分からないですけどね。準決勝このお二方第一試合ですね。それでは見てまいりますか。ヘレンさん対アベックスさん、両者前お願いします。はい、ちなみに、2番3番は、開放しましたので、プレイされたい方いらっしゃいましたら、プレイされてよろしいです。はい、そして、ニコ生ご視聴中の皆様、残り35秒ほどで、こちらの枠終了いたします。次枠、自動で映りますので、ぜひどうもこのまま、ご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあさあ、準決準決勝準決勝第1試合、第1試合ヘレンさん対エイベックスさん、ザフィーナゼネゼ、ザフィーナ早よ出よ早よって言ってるね、エイベックスさん。さあさあ、なんと、リリー VS クラウディオ。クラウディオはね、あの某漫画のなんかクインシーみたいな感じでね、0時状態を時に技出すと。それ前回も言いましたな、ネタないんだもん。さあ、生ロン、ヘレンさんはリリからクラウディオに変更ですね。リリからセット、サーバーゾーンですね。さあ、ワパフィニッシュ、ヘレンさんが1ポイント。浮かしたのはクラディオ、スカーバート、フライングチョップで立てますか。キラで打ち返す、バーナックル、イラですね。え、イラっていう名前です。国イランじゃないです、イラです。その技名がイラです。あ、イラン、イランじゃないです。何回言うわ。ヘレンさんはね、あの新幹大会でボコボコにやられてきたっつ、あら、はい、だからもうこのうちの店の大会頑張るんだって。おっと、はい、言ってましたよ。決意表明が出ましたね。はい、さあ打たした、出て手段から、膝蹴り、サーバーソリンしない、あ、してるんですね、もうバーナックル、イラです、ね、イラ、あー待って、声思わず出ちゃった。リリは待たない、ガードクルもしない、足元は、あー、これは痛かった。スクーターフィニッシュ、3対0でヘレンさん決勝進出。ゲームオーバー。続いて準決勝第2試合、はい、大王さん対センスさん、はい、お願いします。さあ、おそらくですが女子 VS ラッキークロエ、新キャラ同士ですねになると思いますが、果たしてどうでしょうかね。大王さんとかね、あの芸人なんでね、あのここでちょっとキャラ変えてみるかなとか。そうですね、醤油とか出たら面白いですけどね。うん、いやでも女子さん、あの大王さんはここはガチだと思いますよ。さあ、センスさんは、迷わず持ちキャラのラッキークロエを選ぶと。さあ、果たして大王さんは女子だ、剛剣対メッケンですかね。あれ女子だ、なんで女子なのかな。ステージはテンプルステージ、床壊れますね。ちらっとこっち見られた。運びか床ダウンか迷うところ、
接近戦で黒江か中距離戦、おっと浮かしたのは静かなスタート、浮かしたのは女子スクリューから箱を見に行く壁足元、これあれですね、大王さんマジっすね、ここはもうガチですね、ガチっすね、黒江も頑張ってほしい、はい、レイジ状態、さあレイジ状態から壁に持っていく、リングキックをかわして足元、残るがスラッシュフィニッシュ、1ポイント取ったのは女子使い大王さん、静かなスタート、ここでコンボ入らない、コンパから黒江は攻めあぐねるか、攻め系からプレッシャー、投げが入る、足元スラッシュ持っていくか壁に、ここで足から綺麗に決めた、しかしまだ体力差は全然ありますからね、浮かした、おこれはどうだ、壁が邪魔するか、起き上がり中段、おっとダメですよ、さあ2対2ポイント先取したのはジョシーさん、いや大王さん、横ではかわせないか、リングキック、攻めるのはジョシーだ、割らせない相打ちだがまだ行く、しかし腹崩れ、コンボ入らない、足元からスリングキック、よそ見てお互いに体力がいいところ、おっとここで入る、クロエが1ポイント取り返す、さあラウンド4、投げが入る、これ両パンですね、受け身を取って足元からクロエのターンが始まるか、さあお互いよそ見て近づく、仕掛けるのはどちらだ、スラッシュ、ジョシーが前に出るか、クロエが行った、攻める足元から、さあ固める、固める、ジョシーが取り返すか、浮かした左アッパー、2ポイント同士の最終ラウンド、バッからのライトゥーって流行ってるんですかガチャピンさん、まあジャンプセンスなんでコンボには行きづらいですけど、はい、安定策、安全策としてはありですね、ほう足元から黒井が有利か、ジョシーが、しかしジョシーはレイジだ、さあ相打ち3対2でラッキークロエ戦3決勝進出、ゲームオーバー、さあこちらで決勝進出者2名確定しました、はい、リリー使い、先ほどはクラディオでしたがヘレンさん、さあラッキークロエ使いのセンスさん、こちら2名ですね、そうですね、じゃあ参りますか、行っちゃいますか、行っちゃいますか、心の準備は大丈夫ですか、特別称号争奪戦決勝戦です、ヘレンさん対センスさん、さあこれ話し合いかじゃんけんか、レバーが、レバーの調子を見て、さあ決勝戦です、勝った方特別称号もらいます、ちょっとプレッシャーですかね、はいそうですね、Welcome to the King of Iron Fist, Lily. さあ決勝戦勝った方が特別称号、さあ果たしてどちらが特別称号をゲットするのでしょうか、新川からのリベンジ戦、ヘレンさんバーサス ラッキークロエには自信があるモンスターストライカーセンスさん、さあクロエ対リリーですね、これはどっちが有利なんですかね、どうなんですかねキャラ衣装ちょっと分かんないですね、ステージ壊れないですね、これちょっと狭いですか、クロエ若干、いやでもリリーの運びには辛いかもしれない、どちらとも言えない決勝戦ラウンド1、予想見て
さあお互いに入った。クロエがスクリュー、コンバーミスるか。さあ有利を取っていくか、クロエか。さあフレッシュラから足元、足元ガードしている。しっかり落ちを決めるリリー。浮かしたのはクロエだ。コンボはミスる。ラフレッシャー、リアッパーからユリを取っていく。リリーはレイジだが、浮かしたのはクロエ。1ポイント先取したのはセンスさん。4個目さんから、4-6 でリリーらしいですね。おっとその相性的にはリリーがスクリーだ。あとはもうプレイヤーのスキル。そうですね。ですね。さあ体力リードしているのはリリー。ここも果敢は入らない。壁ダウンだ。ちょっとミスるか。ワンツーフィニッシュ、1ポイント取り合う形。さあ決勝戦ラウンド3。しっかりから固めていくリリー。横移動からのしっかり壁からコンボ入らない。お投げ、投げ入る。さあ黒いがレイジか。さあ左アッパーフィニッシュ。さあリーチをかけたのはヘレンさん。さあラウンド4、浮かしたのはリリーだ。スクリューダウンから壁に持っていく。固めて足元。さあ静止と黒絵が行く。スクリューダウンからうわー食らう。足元。さあ様子見て壁を嫌うか。これはパワークラッシュ。パワークラッシュやからシャーガンバンで止める。ガクも入らない。スカッターレイジ状態だ。まだ分からんぞ。足元浮かした。これは決まったか。さあ2-2、ファイナルラウンドまでもつれ込んだ。センサー見せてくれますね。最後足元からリリーが行く。足元から一気にレイジカッカーを決めて3対2で優勝者はヘレンさん。リリースカイのヘレンさんに決定いたしました。おめでとうございます。ゲームオーバーということで、鉄拳セブン特別称号争奪戦優勝者はヘレンさんに決定いたしました。皆様大きな拍手をお願いいたします。